ボイネックストドア、目覚ましライブに出演。日本で初となる野外ライブに6000人が熱狂。ボイネックストドアが8月20日、フジテレビ夏の大型イベント、お台場冒険王2024人気者にアイハートランド。の屋外特設会場冒険ランド内に設置されたステージに登場し、目覚ましライブに初出演した。開演のカウントダウンとともに会場から歓声が沸き起こり、メンバーが登場すると一気に会場のボルテージを高めた。デビュー曲の日本語バージョン、ワン&オンリー、ジャパニーズバージョンと、セカンド EP、ハウ。収録曲、アワーの2曲からイベントはスタート。キレのあるダンスパフォーマンスを披露し、オープニングから観客を魅了。MC ではメンバーが元気よく挨拶をはじめ、一人ずつ自己紹介。7月10日に待望の日本デビューを果たした彼らは、忘れられない夏になりましたと、今夏の日本での活動をファンと共に振り返った。ソンホは、僕はひらがなを全部書けるようになりました。イハンは、イベントでも前より温度は。ボイネックストドアのファンの皆さんとお話しできるのを僕たちも実感して、とても嬉しかったです。理由は、皆さんも僕たちの日本語、上手になったと思いますよね。文博は、これからフリートークができるくらいもっと日本語の勉強頑張りますと、日本語について話し、上達に向けて意気込んだ。また、ジェヒョンは JP ファーストシングル、アンド、がオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得したことについて触れ。本当にこんなにたくさんの日本活動ができたのは、オーンドアの皆さんのおかげです。ありがとうございます。と直接感謝を述べた。手さんは、今日は僕たちがこの1年でたくさん成長してパワーアップした姿をお届けしますと宣言し、会場を沸かせた。続けて皆さん、せっかくのお天気なので、この小屋になったら一緒に星を見に行きませんかと違反が呼びかけると。So let's go see the stars を披露。暑い夏の野外ステージも爽やかなパフォーマンスを繰り広げるボイネックストドアのステージ。メンバーも笑顔でステージを盛り上げ、そのまま続けて、愛らしいパフォーマンスで人気のセレナーデを披露し、ひときわ大きな歓声が。続く MC では、お台場冒険王内のブースについて話し、展開中の巨大ガチャに書かれているサインや、中に入っているボイネックストドアの限定グッズ。さらにカフェスタンドで出されているコラボ限定メニューについて紹介。ジェヒョンは、僕たちも後でガチャガチャをしに行きましょう。文博は、誰のメニューが一番美味しかったですかと話しかけ、ファンとのコミュニケーションを楽しんだ。今回のイベントは屋外のステージということもあり、日本では初めて野外ライブをすることができて、本当に楽しかったですと、手さんが笑顔でコメント。ところどころで、とても暑いので皆さんもお水を飲んだり、休憩しながら楽しんでくださいね。水分をしっかりとってくださいねとメンバーがファンを気遣う姿も見られた。増田レンゾ、T&C、コズエンターテインメント。本編ラストソングは、JP1S シングル、アンド、よりタイトル曲の、アース、ウィンド&ファイア、ジャパニーズバージョン、を披露。圧巻のダンスパフォーマンスに、会場はこの日一番の大きな歓声に包まれた。特別にスマートフォンでの撮影も OK となり、オーンドアそれぞれが思い思いにボイネックストドアとの夏の思い出を残した。メンバーがステージを去った後も、熱気冷めやらぬまま、大歓声のアンコールタイムへ。
メンバーが笑顔で再登場すると、ソンホは、今日で僕たちの日本デビュー活動は最後になるのですが、こうしてたくさんのオーンドアの皆さんと一緒に過ごすことができて幸せでした。イハンは、皆さん。夏の楽しい思い出を本当にありがとうございますと、改めて心からの思いと感謝を伝えた。皆さんにとって今日がグッドデーだったら僕たちも嬉しいですと熱い思いを届け、日本オリジナル曲であるグッドデーを披露し、6000人のファンの前で初めての目覚ましライブを締めくくった。ボイネクストドアは発売月だけで JP ファーストシングル&の出荷量25万枚を超え、初のゴールドディスク認定、プラチナを受けることになり、日本デビュー活動を大成功に収めた。来月10日、韓国は9日にはサード EP 19.99 のリリースを控え、現在、韓国でのカムバックのための準備を行っている。